今回は、不倫とお金に関するお話を一本ずつご紹介しよう。まず最初はこちら。パパがいる。ほんと。だ。夫が他の女と子供と一緒にいた。問い詰めた結果、夫の隠し子だったことが判明。私は夫のエオと、2歳の息子ビータと3人で暮らしている。ビータにはシーロー君という仲のいいお友達がいて、シーロー君のママのディーミさんは、私も仲良くしているママ友のうちの一人だ。ディーミさんはシングルマザーで、女で一つでシーロー君を育てている。今月は4連休があり、ビータを連れてどこかに行こうと、私はエオと話し合っていた。エオ、今度の4連休、どこに行こうか？ビータもどこかに遊びに行きたいって言ってるよ。ああ、その連休だけど、2日間は出張が入りそうなんだ。祝日なのに仕事なの？最近そういうの多いね。そうなんだよ。上司がどうしても俺についてこいってうるさくて。だから2日間しかうちにはいられないんだよ。そっか、お仕事なら仕方ないよね。じゃあ、隣の県に新しくできたキッズパークはどう？ビータ、喜ぶと思うんだけど。キッズパーク？あそこは遠いから大変じゃないか？だって車で行かなきゃだろ。近場の公園とかでいいだろ。そう？せっかくの連休だから、どうでもいいかなと思ったけど。まあエオも、2日間しか休みないならしょうがないか。しかし、連休が始まる直前に、たまたま、ママ友のいい子さんがお子さんと一緒に、車でキッズパークに行くらしく、一緒に行かない？と、私に声をかけてくれた。なのでエオが出張で家にいない日に急遽、私とビータはキッズパークに行くことが決まった。連休ということもあり、賑わっているキッズパークに到着し、楽しく遊んでいるビータとお友達。私はいい子さんとベンチに座って、子供たちを見守っていた。いい子さんが声をかけてくれたから本当に良かったよ。旦那が出張で車持って行っちゃったから。うちの子もビータくんと一緒だと喜ぶし、急だったのに来てくれてありがとうね。私といい子さんが他愛もない話をしていると、突然ビータが立ち上がり、遠くにいる子供を指さして、あれ、シーローくん。と、言った。え、シーローくんいるの？もしかしてディーミさんのところも来ているのかな？私といい子さんもベンチから立ち上がり、ビータが指さす方向を見ると、確かにシーローくんとディーミさんらしき姿が見えた。そして、その横にはなんとエオがいた。え？パパだ。ビータもエオに気がついた。私は一瞬固まってしまった。え、なんでエオが？エオとシーローとディーミさんの3人は、私たちのいる場所から離れたところにいるので、私たちの声には気づいていない。いい子さんも、私の隣でおろおろしている。ねえ、ママ。僕、シーローくんやパパとも遊びたいから、あっち行きたい。ビータがエオたちの方へ行こうとしたので、私は慌ててビータを引き止めた。どういうこと？ディーミさんとシーローくんと、なんでエオが一緒にいるの？私の頭の中は真っ白になった。ビータが真面目な顔で、ねえ、なんでパパはシーローくんと遊んでるの？と聞いてきたが、私は何も答えられなかった。私子さん、どうするの？いい子さん、ごめんね。悪いけどビータを見て、避難しておいてくれる？避難？うん、修羅場になるかもしれないから。エオがディーミさんと不倫してるなんて。私はビータをいい子さんに預けて、まず駐車場に行き、そこでエオの車を発見した。私はその車をボコボコにしてやりたい衝動に駆られたが、ぐっとこらえた。次に私は、インフォメーションセンターに向かった。すみません、連れを探してるんですが。ご来場のお客様にお呼び出し申し上げます。お子様とディーミ様と一緒にお越しの、エオ様。奥様がお探しです。直ちにインフォメーションセンターまでお越しください。私はインフォメーションセンターの入り口で腕を組んで仁王立ちをして、エオとディーミさんとシーローの3人を待っていた。すると、遠くからビクビクとした姿のエオとディーミさんとシーローくんがやってきた。エオ、どういうことよ。ディーミさんも、しっかり説明してください。私子、なんでここに？私子さんもまさかここに来てたなんて。急遽、お友達に誘われてビータと来てたのよ。そしたらビータが、シーローくんとディーミさんといるエオを見つけたから、もう、心臓が飛び出そうになったんだけど。ちょっと落ち着いてくれよ。私子さん、これはその、出張って嘘ついて、何ディーミさんとシーローくんと一緒に連休過ごしてるのよ。しかも私がビータと一緒に行こうって提案した。キッズパークに来てるなんて最悪。本当にごめん、許してくれ。私子さん、ずっと黙っていてごめんなさい。やっぱり、二人は不倫関係ってことね。
最低よ、近所に住んでいて、子供たちも同じ幼稚園に通っているママ友と不倫するなんて。不倫というか。本当にすまん、水曜のことも、いつか話さなきゃと思っていたんだけど。子供たちも同じ幼稚園で、しかも水曜とビータ君が仲良くなるなんて、想定外だったの。え？水曜のこともいつか話さなきゃ？え？子供たちが同じ幼稚園。どういうこと？その時、私の頭の中でぐちゃぐちゃになっていたパズルのピースが、ぴったり当てはまった。シーロー君は栄養の子供なの？本当にすまん。ごめんなさい。私はここまでは想定していなかったが、栄養とディーミさんはご丁寧にも自爆してくれた。ただの不倫関係かと思っていたら、シーロー君が栄養の隠し子だったなんて。私は取り乱しそうになったが、なんとか冷静さを保って深呼吸をした。二人は今まで私を騙していたのね。シーロー君とビータが、まさか腹違いの兄弟だったなんて。こんな最低なことってある？ただの遊びだったのに、私子さんと同じくらいのタイミングで妊娠しちゃって。本当にすまん。もういい、離婚よ。待ってくれよ、私子。お願いだ、離婚なんて言わないでくれ。いいじゃない。私と離婚して、ディーミさんと結婚してシーロー君の父親になれば？え、それは嫌よ。え、ディーミ？こんなおじさん臭い人嫌よ。本当は若い人が好きなんだから。エオはポカーンとしてディーミさんを見つめていた。エオはただ、シーローの父親だからこうして会ってただけ。養育費ももらわなきゃだし、だから別に恋愛感情とか何もないんだから。そんなディーミ、俺のことそんな風に思ってたのかよ。ふん、いい気味。誰からも相手にされないなんて、自業自得よ。それに、今養育費って言ったけど、通りで毎月の出費が少し多いなと思ってたら、シーロー君の養育費だったんだね。夫婦の貯金を使って支払ってるなんて、本当に最低。ごめんよ。全部返すから。今後はビータの養育費も払ってもらうことになりますから。そして浮気してたことの慰謝料もね。それはディーミさんにもお願いしますから。待ってよ。私子さん、お願い。ママ友のよしみとして、それだけは勘弁して。もうディーミさんのことも、ママ友なんて思えないから。エオと一緒に地獄を味わいなさい。おろおろして、どうすることもできないディーミさんとエオ。知らぬ間に、シーロー君はビータとイーコさんと一緒に、遠くで遊んでいた。私は、床にガクッとうなだれているエオのポケットから車の鍵を取って、私はこれで帰りますので、二人は歩いて帰ってね、と言った。するとディーミさんは逆ギレをし始めた。ちょっと、全部エオのせいよ。おい、それはないだろ。私は、うるさく言い争いをしているディーミさんとエオを置いて、車にビータを乗せてその場を颯爽と去った。その後、私とエオの離婚は成立した。ビータの親権はもちろん私が取り、エオに慰謝料と養育費の支払いを命じた。エオはディーミさんからも愛想を尽かされ、一人寂しく、どこか遠い町の狭いアパートで暮らしているらしい。エオは、ビータとシーロー君の養育費の支払いと、私への慰謝料の支払いに追われ、今は会社で、骸骨のような姿で仕事をしているそうだ。今までみたいに、家事もワイシャツのアイロンがけもしてくれる人がいないので当然だろう。他のママ友にもこの話は広まり、ディーミさんは周りから白い目で見られるようになり、シーロー君を連れて隣町へと引っ越していった。子供たちに罪はないので、シーロー君が違う幼稚園でも楽しく過ごしてくれることを願う。続いてのお話はこちら。夫が他界し、近所に住む女が、この子は隠し子、遺産はもらう、と言ってきた。夫は抗がん剤治療で不妊になっていたので。昨年、私は長年連れ添った夫に先立たれてしまった。夫も私も40代で、まだまだ働き盛りだったが、長年の闘病生活にもかかわらず、残念ながら病には勝てなかった。夫の病気はがんだった。サラリーマンの夫は、朝から晩まで一生懸命働いていたが、数年前の会社の健康診断で癌が見つかり、それからは入退院を繰り返し、一度は治ったと思っていたが、再発してしまった。夫が息を引き取った後の、眠っているような穏やかな顔を見ると、放射線治療や投薬などの苦しい闘病生活から解放されたようで、悲しみよりも、夫が救われたことに私は安堵を覚えた。いつかはこの日が来ると分かっていたので私は落ち込むこともなく、葬儀も身内だけで済ませて、今後のことをどうするかという話し合いを進めた。
夫は闘病生活の間に遺言状を残しておいてくれたので、親族が揃っているところで弁護士立ち会いのもと、確認をすることになっていた。親族といっても、私と夫の両親、そして夫の弟だけだ。弁護士がやってきたので、自宅に保管しておいた夫の遺言状を出そうとしたが、保管していたはずの場所に、遺言状が見当たらない。いくら探しても見当たらず、葬儀などでドタバタしている間に、どこかで紛失してしまったのだろう、という話になった。ただ、夫は遺言状を2通作成していて、1通を弁護士に預けていたため、その日は無事に夫の遺言状を確認することができた。その後、初七日法要も無事に終わらせて、少し落ち着いたある日、我が家のポストに、宛名のない1通の封筒が入っていた。私は不思議に思いながら封筒の中を見ると、修正液とマジックペンで、名前や内容が書き直された夫の遺言書が入っていた。受け取り人が私だったところには、なぜか近所の B 子という女性の名前が書かれてあり、私が受け取るはずの遺産を、B 子が全て受け取る内容に変えられていた。この B 子という女性は、3歳の娘を持つシングルマザーで、スーパーに行っては万引きをしたり、お釣りが足りないと言ってクレームをつけたり、ゴミを拾ってきては、そのままゴミ集積場に放置したりと、いろいろとトラブルを起こしていて、近所でも要注意人物として知られていた。私がどうしようかと考えていると、仲のいいご近所さんから、ご主人の遺産を、B 子が相続するって本当なの?という連絡をもらい、私は思わず笑ってしまった。書き直された遺言書は、筆跡も丸まった字で、明らかに夫のものとは違い、誤字や脱字もあったり、あまりにもお粗末なものだった。よくもこんなもので遺産相続ができると思うのか、不思議なくらいだ。連絡をくれたご近所さんに状況を説明すると、呆れていた。またあの人がやらかしたのね、と言いながらも、ご近所さんは私の代わりに噂を広めてくれるだろう。そして、期待通りにご近所さんの間には遺言状の改ざんの噂が広まり、B 子の話は、みんな揃ってスルーするようになった。しかし、どうやら、遺言状の改ざん作戦だけでは弱かった、と判断した B 子は、今度は自分の娘を使って、実は亡くなったあなたの旦那さんの隠し子だったの。だから遺産はこの子にも権利があるのよね。などと言い出してきた。何をバカなことを言っているのだ、と相手にしないでいたのだが、なぜか突然、義理の弟がしゃしゃり出てきて。兄貴も男だから、一度くらいそういうこともあったのかもしれないな。それに、あんたには子供が産めなかったんだから、兄貴の血を分けた子供である以上、遺産を受け取る権利はあるはずだ。などと、分け知り顔で言ってきたので驚いた。どうやら義理の弟は、自分が期待していた以上に遺産分配がわずかだったことが不満だったようで、なんとか自分の取り分を増やそうと考えていたところに、B 子が遺産を横取りしようとしているという話を聞きつけて、いい話がある。と、B 子に話を持ちかけた末の、隠し子発言のようだ。自分への遺産が少なかったからといって、自分の兄に不貞行為の濡れ衣を着せるなんて、私は夫のことがかわいそうになった。しかし、私には夫に隠し子がいたという話は全く信じることができず、むしろ明らかな嘘だということはわかっていた。なぜなら、夫は癌が発病して以来、放射線治療や投薬治療を行っていく段階で、男性機能が全く機能しなくなっていたのだ。そのため、B 子の娘が3歳であることから、夫の発病の時期とは計算が合わない。しかし、いくら私が、夫はそんなことはしない、と言っても、B 子に、そんなことはない、あなたの旦那さんが、私の体を目当てに近寄ってきたのよ。あんたみたいな子供を産めない女が偉そうにしないで、と言われてしまう。さすがに私は、死んだ夫のことを冒涜された気分になり、私は夫を信じています。ですが、そこまでおっしゃるなら全てをお話ししますね。夫は癌の治療をしていく中で、子供が作れない体になってしまいました。それは5年も前からの話です。ですから、子供がいたとしても3歳のはずがありません。なんなら DNA 鑑定をしてもらって構いませんよ。と、一気にまくし立てた。すると、それを聞いた義理の弟は、さすがに無理だとわかったのか、すごすごと黙って帰っていった。しかし B 子の方は、それでも金に目がくらんで話が通じないのか、まだいろいろとわめき続けていた。私はいい加減これ以上、B 子と関わることも避けたかった。はぁ、わかりました。それでは念書を用意しましたので、こちらにサインをしていただけますか?私がそう言うと、B 子は聞きとしてマジックでサインをしてくれた。
そこに書かれている文字は、あの改ざんされた遺言書に書かれていた、丸っこい文字だった。それを確認してから私は、遺言状の改ざんは、犯罪になることはご存知ですか？これ以上、夫の死を冒涜するようなことをしたら、こちらも対応を考えますから、と言った。すると、今度は顔を真っ赤にしながら B 子は、騙したのね。覚えておきなさいよ。とだけ言い残して、帰って行った。この後の展開が容易に想像できたので、私は警備会社に連絡をして、防犯カメラの台数を増やすことにした。それから数日後のこと、私が夫の遺品整理や、市役所へ手続きのために外出をしている間に、B 子が我が家に侵入し、見事なまでに家の中をめちゃくちゃに荒らしてくれた。先日設置した防犯カメラには、B 子が裏から窓ガラスを割って侵入しているところや、リビングや寝室など、家中を物色していたところがはっきりと映っていた。やはり B 子は、自分が改ざんした遺言状を取り戻しに来たのだ。しかし、遺言状は弁護士のところで預かってもらっていたので、見つかるはずがない。私はすぐに弁護士と相談をして、警察に被害届を提出し、ほどなくして B 子は警察に連れて行かれた。しかし警察署でも B 子は、私の娘が譲り受けるはずの家に入って何が悪いのよ。あの女は私の娘の遺産を横取りしようとしてるのよ。泥棒はあの女の方なんだから逮捕しなさいよ。などとはめき散らしていたようだ。私は B 子のことを許すつもりはなかったが、B 子の娘が一人になるのはかわいそうだと思い、弁護士と相談をして、今後はガヤには接触しない旨の念書を書かせて、示談にすることにした。ただ、私には今の家は、一人暮らしをするには広すぎたこともあり、もろもろの事務手続きや四十九日を無事に済ませると、自宅を売却し、実家に戻って年老いた両親と暮らすことにした。そのことを知らない B 子は、その後も夫の遺産目当てに、他人のものとなった家に再び侵入したようで、再び御用に。ここまで学習しない人間がいるなんて驚きだが、今度こそ塀の中に入ることになったようだ。B 子の娘は、B 子の両親が他界していたようで、児童養護施設に預けられることになったようだ。あの母親に育てられたらろくな大人にはなれないだろうし、それはそれで B 子の娘にとっては良かったのかもしれない。それにしても、お金に目がくらむと、そこまで判断ができなくなるものかと、お金の怖さを思い知ることになった。以上、不倫とお金の話でした。